皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私うちのテイストでお届けしている30分番組です。はいはいはい、どう引く、はい、ちょっと落ち着いて今週やってみようかな。先週はかなり普通そうですね。なんだそれ。はい、今週はまたゲストさんはなしで、はい、今週はなんとケイちゃんの、はい、いろんな話、そうやべえ、自己放送事故いろんな、なんかね、楽しいことも始めたりとか、はい、あといろんなことも始めたりとか、はい、なのでケイちゃんの話をねメインで、はい、30分何ありがとうございます。まずは、はい、オープニングなのね。まあそっか、そうそう、また忘れそう、ケイちゃんね、すぐ忘れる。オープニングで話し始めるとね、すぐCM を忘れる。そう、今度言ってみる、じゃあ次CM ですって。いや、やめとく、やめとく、言い忘れるで、まずはじゃあまずはどっちから行こう、どっちから行こうか、LINE アット、はい、ケイちゃんも始めました。はい、始めました。なんかね、LINE 自体をあんま使ってない。わかる、私も違ってない。 LINE をね、で、ほぼほぼもう Facebook のメッセンジャーでやり取りをしてて、LINE ってっていう感じでいたわけですよ。でもゆかさんが LINE アットを始めたり、ね、周りでね、される方が増えて、でもゆかさんが楽しそうにやりすぎて何やの、ショップカードね。ショップカード、そう、あれはね、やっぱりね、最初は全然興味なかったんだけど、何からかな、なんかこれって面白そうって思ったのよね。でたまたま、まあその後すぐ後に私抱っこセミナーをね、はいはい、があったから、あ、その時に来ていただいた方に、なんかポイントを渡せるんじゃ ね、と思って、まあ、前日ぐらいですけどね、それもすぐ作ったね、っていうのがね、ショップカードだからそれを見ててかなりね、そうはやりたくなって、そう、でもきっとさ、それもだけど、私がバッタリポイントが羨ましかったでしょ。そうなんかバッタリあったらスタンプ1、そう、セミナーに参加したらスタンプ2みたいな。そう、そう、私の場合はね、3ポイントで、ね、チケットゲットっていうね。そうで、それはやりたみたいな。そうそう、で私なんかすぐたまりますねって言ったらバッタリちゃうやん。バッタリちゃうやん。ケイちゃんとなんかやったら本当にさ、何枚チケット発行してなかったまあまあバッタリなのでね、はい、またメインでぜひまたもっといっぱい喋っていただきたいと思います、はい、では CM です。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、そういうラインハイのトーン今日引くウケるはい、はい、ね、ありがとう。でケイちゃんも始めましたと、はい、始めました初めてね、ほんで、ゆかさんと会ったんですよね。会って、あ、そう会う、まあ、前日に LINE やってやりたくなってきたっつって、なんか私書いたんですよ。そうちょうど次の日にゆかさんと会ってね、ほんでちょっと LINE やったのこと聞いたら、もういてもたってもいられずその場でパソコンを開けてそうやりだした、ね、ね、そうなんです。ですぐにその日の夜にLINE やってやっぱやり始めましたみたいな感じでアップしたら、もう今まで 100人近く、100人いってへんけど、ぐらいわーって集まってもらって、ね、すごいちょこっとね、あるコメントもみんなね、あ、登録しました、登録しましたってね、まあ、ああいうのも大好きで、ね、反応がないとね、つまらない人なので、ね、リアクションがリアクションねないとすぐ飽きるんですでだから皆さんリアクションし続けてくださいねでもされすぎたらまた困るんで、そういう歌あかん適度にで、Facebook はだからすごい大好きなんですよ。コメントがね、パンパンパンと入る。そう、ほんでコメントで、うん、コメント返しも楽しいでしょ。そうそうそう、ね、ほんでこう、コメントに命かけてるから、ね、そうで、
ブログが昔はメブロもコメントいっぱい入ってたのに、そうそう、今はね、ブログにコメントはまあ入らないじゃないですか。だからブログのね、もう飽き飽きしてたわけですけど、まあ最近また、いや最近頑張ってるやん、めっちゃ頑張ってるじゃん、言いたいこといっぱいあるし、ね、そうそう、でブログに書いて、でメルマガはやっぱりこう配信し、でたまに感想いただけるんですけど、やり取りっていう感じじゃないですよね。でまあまあ LINE ってっていう感じのスタンスでいてましたけど、実際自分が LINE アットでバンと送ってみると、すごい、その後すぐに見たよとか、わっていっぱいスタンプとか、なんかやっぱスタンプ1個でなんかまあまあ言えば気持ちを伝えられるものって、うん、まあまあだからこそのね LINE っていうものかもしれないね。なんかそういうのが反応が嬉しかったり、うん、あとはなんか今まで Facebook とかブログずっと見てましたって、うんうんうん、でもこうなんか距離がある LINE の方が近いんですか、ま、だからわざわざコメント、まあ、コメント入れたいけど、うん、いやここ私なんかがコメント入れたらって思ってる方も中にはいらっしゃるみたいだもんね、うん、なんかねそれ LINE アットでずっと見てましたって、うん、でなんかこう LINE はすごく身近に感じるから、うんうんうん、って言ってメッセージをくれはる方が何人もいてて、うん、なんかそれがすごく嬉しくて、うん、ありがとうございますって、ね、ですぐに送ったり、で実際に受け取って私がメール、うん、返事をかける時間と、うん、夜とかも早く寝てるんで、自動応答メッセージにしてる時があるんですけど、その自動応答メッセージも何種類も用意してて、スタンプでもピッて押してもらうと何がいくか分かんないんですよ。でちょっと元気が出るようなメッセージを仕込んでるんですね。じゃあ夜にスタンプだけ来てたりするとあ、自動応答狙いみたいな。そう、私なんか自動応答狙いで送ったらあ、なんや返事来ちゃったみたいな、なんやんしまった時間過ぎとったわ。自動応答とかもすごいなんか楽しいなで、時間も決められるんだよね。私はだから朝の10時から、うん、あれ夜の10時から次の日の朝の10時までは自動応答とか、そこを狙うと何かが送られる、何かが送られる。私の場合はふざけたからあのネタもいっぱい書けるから、そうそう、なんかすごいね、楽しい。ぜひコンプリートしてください。でもうすごい LINE アット今まで何やってたんやろ。そうやろ、うん、まあ、おそらくこれの放送の時には有料になってると思う。まだ無料ですからね。だってすぐ飽きるかもしれないと思って。そう、有料、無料だと1ヶ月1000通しか、ね、はい、送れないので、でしかも1回書いちゃうと 500文字が1通ってなっちゃうので、はいはい、ですね、ちょっと長くなるともうすぐね、うん、2通になっちゃうので、うん、そうするとやっぱり無料だとね、ちょっと制限がかかっちゃうので、そのショップガードさっき言ってたやつもすごい考えてて、うんうんうん、もう言おうかな。言っちゃえ。で私5個にしようと思ってます。5ポイントが満点、うんうん、で、まあ、ゆかさんの真似してセミナー来てもらうと、まあ、1ポイントで、バッタリやったら1ポイント一緒なんですけどね。で、そのバッタリやった時にはある合言葉を言ってもらえば。ね、ポイントもらうにもちょっとした試練があるんですよね。で、その試練をね、乗り越えていただいたら5ポイント貯まったら、何年か前にイベントで初めてやったんですけど、うんうん、感じる色、名刺リーディングって言って、うんうん、名刺の色をこんな印象を与えますよとか、このロゴには色で、このロゴの色はこんな意味がありますよとかっていうのをお伝えしたら、その方のビジネスの理念と色ってだいたい結構一致したりするんですね。でもしそこずれてたら、それほぼ持ってないんちゃうっていう。まあそういうことね、与える印象変わってきますよっていうね。そうそう、うん、それってすごくもったいないので、その名刺リーディングをしようと思って、うんうんうん、で5ポイント貯まるとご自分の名刺の写真を撮ってもらって、 LINE で、あ、そうか、それこそね、返信してあげれば、そう、送ってもらって、それを見て、あーっつって、こうこんな印象ですよっていうそのリーディングをやろうと。なるほど。で、名刺とかないしっていう方には、うん、その気になる色であったり、その時点で、そう、まあお子さんの色でもあったりでもいいので、うんうんうん、あ、それいいかもね、子供のってきっと気になってるよね、うん、そうそう、こうなんですけどっていう、最近うちの子黒しかクレヨンで塗らないんですみたいなね、そうそうそう、うん、そういうのをお答えしたりとか、そういうプレゼントにしようかなと思ってます。まだそれも楽しい、うん、考えてる、それも楽しい、ね、やっぱそういう楽しみがあるとね、
そう、楽しくないとね、続かないのよ、続かないですそう、でも先週のあのやつだって、まあ、言えば自分が真ん中ってね、はいはい、言ってて、うん、今回あのこのオンエアちゃう収録の前にもね、はい、ディレクターからそれも言われたっていう、そう、自分たちが真ん中って、自分が真ん中、だから自分が楽しいからラインアウトもやってますもんね。そうよね、まあ、楽しくない、自分が楽しくないと、まあ、受け取ってくれる人は、いや、それはあるよね、セミナーとかでもそれはあるしね、うんうん、そう、ラインアウト、ますますちょっとあのやり方がまだ分からなくていっぱい失敗しながらやってるので、上達したらもっと遅れると思います。もっと、ああ、まず最初に有料やね、きっと。あ、そっか、そうですね、さあもっといっぱいだってこの間最初の5つ目のとこかな2通目を打ちたくてしょうがなかったって言ったもんね。でも1日2通は多いですよすごく、それぐらい我慢をしてたみたいな。そう、我慢してました。まあ、ぜひあの多すぎるって時も、はい、多すぎるよって言ってあげてください、まあ、加減が分からないやりすぎてしまうね、可能性がありますんでね。まあ、私 Facebook の投稿とかも1日10個とか余裕で書けそうですからね。もうめっちゃ我慢してるんですよ、あれよりすぐりで送ってるからそう、結構あの自分投稿いっぱいしてるらしいですよ世に出せないやつ、世に出せないやつがね、自分投稿して出しております、はい、またそんな自分投稿のやつももしかして流れるかもしれないですね大丈夫かな引いちゃうかな結構最近あのいろいろ引かれるシーンがあるみたいだからねもう最後ね、なんかずれてるみたいで先週もあのね、いややっぱり私らの、まあ、今いる環境が世間一般っていう言い方があってかどうか書かなきゃ、からやっぱずれてるのかな、うん、まあ、さらにずれてるかもしれないけどえ、私だけこんな反応っていう、そうそうそうね、しゃあないじゃしゃあないじゃしゃあないですね。でもそれがいいってみんなが言ってるだけじゃない、ほんと優しいいやでも優しいっていうか、なんかそう、まあ言えばそうなりたいなっていうのもあるんだろうね。いや、なりたないと思う、ケイちゃんにはなりたくなかった、まあ、そうそういう心持ち、そういうマインドはちょっとかじりたいというか、はい、ちょっと真似してた方がいい、真似してみたいなとか、そういうなんかあるよ、それはあるよね。あと影響をかなり受けてる人いっぱいいるから、それこそ私と、あの、私もそう言ってたし、はい、あのタエさんね、草分けたじゃないね、あのゲストに来ていただきましたけどね、タエさんもそれは言ってた、一緒に全然ケイちゃん関係ない時に2人で話してる時もそれを言ってた、はい、本当ですか、2人してだよね、断れるようになったよねってでしょ、そう、それすごいなと思って、なんかあんまりそう悩むことない、そう、あの本当でもケイちゃんの、まあ、それこそ私はほら的にはそれ、まあ、今日も黒だけど、黒と白だけど、はい、でもその色を取り入れるもそうだし、うん、あとやっぱそのマインドっていう点で言うと、あの断るのに、はい、日本人ってあのノーが言えないってよく言うじゃん、はい、でもそういうのをなんかこう読んでも、あ、そうできればいいよねって思ってはいたけど、なんだろう、ケイちゃんのそのほら、ね、断るっていうのを、はい、その軽く断る軽くですよ、そう、軽くっていうのが、あ、そうかと、うん、それでいいんだ、相手をね、軽んじてるわけじゃなくね、そうそうそう、なんかその軽く断ると向こうも、あ、向こう、あ、じゃあなん、どっちなんてから、じゃあ自分も誘うときに、うん、断られるときに、あ、そ、まあそれはもうそうだよねっていうふうに自分も納得できるって、うん、そうなんですよ、うん、自分がこうもう断ってはいけないみたいな風に縛られて生きてると、誰かにこう誘ってパンって断られた時に絶対二度と言う誘わんからねこの野郎みたいな、まあ多少あるけどねそういうね風に相手のことが腹立つじゃないですか、うんうん、でも自分が、あ、無理って、あ、その日無理ですって言ってたら、相手が無理って言ったら、うん、分かったっつって、こう怒る意味がよく分かんない、うんうん、あ、無理なんよ、普通で流せばいいけど、無理って言われて、私嫌われてんの、へえとかなってしまう方もいらっしゃるじゃないですか。だからまずね、その前から誘うがすごい言えば、うんうん、そのほら誘って断られたらどうしようとかっていうのがまず あるから、はいはいはい、なおさらそのわざわざ誘ってくれた人に、はい、うわ断るのどう、なんて断っていいんだろうとか、なんかこう理由つけなきゃとか、ただ行きたくないのね、まあ、そういう気分じゃない時もあるじゃない、はい、そういう時に、あ、なんて言って断ろうとか、うん、っていうのがしなくて済むようになったんだよね、ケイちゃんの話を聞いてね、はい、そうそうそう、そうなんですよ。で、そんなこう断ったなみたいなつって怒られたこともないし、まあ怒ってきたら、あ、言わんとこ、ここでそうそうそう、そんな
ものを言う場所があるんだよね、けいちゃん。そう、あ、そうそうそう。ね、だからね、こう書いブログでね、書いてもね、うん、ニュアンスを違って受け取ったら、いや、あのね、もう私はけいちゃんからの生の声聞いてるから、うん、こう読んけいちゃんのブログだと、そうそうそう、うん、そうそうそう、わかるになるんだけど、やっぱね、そこが私はまだけいちゃん寄りにちょっとずれてるわけよ。ずれてるわけよ。だけどやっぱりまだずれてらっしゃらない方々にとっては、そうちょっとまだピンとこないとか、ね、ピンとこなかったり、うん、受け取り間違うと大怪我する可能性があるんですよ。使い方を間違える、うんうんうん、あと。あのトーンが違うと文章やったら大丈夫ですよ、メールの返信とか、うんうん、あ言い方ね、言い方、まあおね、関東の方に大阪弁喋るよとは言わないですけど、ニュアンスってやっぱりイントネーションってすごく違うと思う。大阪弁って楽ね、ものすごいラッキーですよ。こちゃんと気持ちが乗るよね、うん、気持ちが乗るし、すごい私でも関西弁バリバリですけど、はい、よく大阪の人に言われるのがどこ出身って言われるんですよ、うん、営業してた時とかで、それは実はですよ、ちょっと腹黒いとか思わないでもらいたいんですけど、ね、はい、イントネーションとかはすごい意識して変えてます。あ、そうなんだ、はい、きつく聞こえる言葉自体がスポンって言い切ってしまうんですね、はい、それを、ね、今ねそう言い切った時に傷つくイントネーションと、ちょっと語尾を上げる、語尾を下げたり、ふわってうねらすだけで印象が全然違うんですよ、うん、なのでそういう営業してる時とかはやっぱりずっとね、オーナーさんとかそういうね年上の方とお話をする時に、まあ、いかにこう懐に入っていくのか、可愛がられるそうそうそう、っていうことでもうちょっとした違いで全然印象が違うんですよね。でそういうのブログで書いてたら全然伝わんないじゃないですか、うん、うで読んで、あその通りにやってみようって、いやって断ったとする、いやって言っていいんや、けいちゃんいやって言うんや、うんうん、いやって言ってもそれ違うからって言えないんですよね、うんうん、で大怪我してどこが可愛がられんねんなってなると、やったけど可愛がられないじゃんと、うん、なんかすごいそういうのは残念なんですね、うんうん、あそこ違うっていうのが言えないですね、うんうん、なので、可愛がられて望みを叶えるまんまの自分を生かす、まんまの自分の生かし方っていうグループセッションを初めてやろうと思って、でそこは、まあ、セミナーとかって私がまあ一方的にわーって喋るじゃないですか、こうこうこうでって、でセミナー聞いて、まあ、学校で授業聞いた後家でやってみるけど分かったと思ったけど実際やってみたらできひんよなとかっていうこと多いじゃないですか、でへえそうやってやったら可愛がれんねや、分かる分かると思って帰って自分がやってみたら全然その反応返ってけえへんかったしとかあると思うんですよね。そういう時に塾、うん、分かったつもりだったけど、うん、やってみたら分かんないとこが出てきたら分かるようにするのが塾じゃないですか、うんうん、だからそんな感じでやってみてできなかったこと、うまくいかなかったこととか、あと文章を読んでただけじゃ分からないニュアンス、イントネーションとか、そういう細かいところを分かるようになって帰ってもらおうと思ってグループセッションっていうのをやろうと思うんですね、うん、で個人セッションはずっとやってるんですけど、うんうん、なんかよく考えると個人セッションって言いにくい時あるんちゃうかなって、逆にね、で他の人がよくぞそれ聞いてくれたなっていう時、あーそうね、シェアした時にね、みんながね、うん、私の場合はコーナーって言った時が、あそれ私もあるわみたいな、ね、そうそう、うん、でも私ここでは1対1やでもよう言わんかったわっていうのを誰かがポンって言ってくれたら、あそれはねって言って答える、じゃそうそう、じゃあそういう時にすごい実はあそこが盲点にあったんやとかっていう気づきになるんちゃうかなと思って、グループセッションっていうのをやろうと思いました。で、あとわーってもう誰かと、まあね、ここで盛り上がってたら、うん、勢いでこんなことも聞いたれみたいな感じで勢いで聞きやすいんちゃうかなっていう、え、この場合はどうするんですか、そう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 、でそうなった時に実は本当に聞きたかったことが聞けるんじゃないのかなっていうふうに思って、グループセッションっていうのをやってみようと思いました。うん、結構あれえぐい感じのえぐい感じになるかもしれない、ね、まあケイちゃんのそれこそ今までのいろいろなパターンのえぐさの中から、ね、それぞれの皆さんに合わせたえぐさがすごくいいと思う、うんうん、自分ではね使えるようになるんじゃないかなと思いますね、そうかもね、でほらやっぱりみんな
なお家それこそケイちゃん の, その最初のね講座とか、はい、その個人のやつ受けて、うん、家で例えば試してみてる、はい、まあ家で試したら、まあ、大体旦那さんやったりとかして、うんうんうん、でまあ旦那さんだったら割と気心知れてるから、はい、あなんかうまくいったなでそれであやっぱり私大丈夫可愛がられてるわと思ってちょっと今度お仕事に使ってみようと思ったら、はい、でどうもしかしてこれいけるいけないみたいな、うん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 、でそのそういうニュアンスとか、うん、もうぜひぜひ聞いてもらえたら嬉しいなと思います。そうかそうか、じゃあそういうグループセッションをすることでまあ、自分のことも聞けるし、うん、あと他の人が聞いてって、はい、その中に自分もあそれ私も聞きたかったんですよ。そうよくぞ聞いてくれいろんなパターンがね、いろんなパターンあると思いますよね、うん、子育てだったり、あそうかそうか、子育てもあるし、うん、それこそ何あのお仕事もあるし、お仕事もあるし、なんならママ友みたいな、あママ友系がね私あんまり悩まない、一回も悩んだことないですよほんまに、まあ、私とか相手にされてないと思うだって知らない友達いないもん、ママ友ほとんど。あ、本当ですか。私知ってますよ。ほんま、うん、もうだから PTA 来年の PTA 探せって言われた時めっちゃ苦労する。だってか私は誰一人あの紹介できなかったっていうね。あ、なるほどですね。そう、まあでもまあね、それでも子供たちは元気で行ってるので、ね、はい、仕方ないです。頑張ってやりましたけどね、うん、でもそういう、まあ、ママ友系の話なんかもまあまあ、ケイちゃんは分かってもらえると。分かっておられます。もう相談はバリバリ。あ、そうか、相談はで、こうやってやったらって言ったらなんや、それでよかったんやみたいな。あ、でもなんせ一番伝えたの、え、そんなことでよかったんって思って帰ってほしいんですよ。だからさっきゆかさんがね、断るっていうのを言ってましたけど、今までめちゃくちゃ悩んでたことやのに、うん、え、断ったらええやんっていう。そうそうそう。で、その断り方が分かれへん。じゃあこうこうこうしてみてくださいって言って、怖いと思うけど一回やってって言って、いつも個人セッションとかでも言ってるんですね。で、怖いけどやってみたら、え、今まで何してたんやろみたいな反応が、だいたい返ってくるんですよね。うん、そうそう。いやでも本当断るのはね、気持ちが楽になる。はい。いや、まあ、もともと断ってはいたんだけど、はい、まあ、断ってはいたよ。まあまあ、うん、うん。でもこう、やっぱりこう、おそらくね、レスポンスが早くなったと思う。断るレスポンス。これ、きっとだから、伸ばしたら伸ばしたら、もっと断りにくくなるっていうのも、自分の中でも分かっちゃいるんだけど、でもなんかほら、うん、なんかこう、もしかしたらなんかこう、なんかいい言い訳できるみたいな。っていう時期もね、はい、もう何ならありましたので、はい、そういう時には軽くって、軽く、あ、そうかそうか、別になんか理由あ、まあ、理由だから理由がある時にはめっちゃ早いよ、返すのが、ね、ああ、ない時にね、そう、ない時、ない時、うん、だからもうそのね、理由を考えなければいけないっていう時点で行きたくないんでしょっていう。そうなのよ、そうなのよ、それでも言えないじゃん、そんなの。あら大丈夫かしら、大丈夫かしら。でもまあまあ、でもね、そういう、はい、でも一番きっとね、そこは納得してもらえる部分じゃないかなと思うし、うん、ああ、私も断りにくいんですよね、方いっぱいいらっしゃると思うので、はい、またぜひそれね、グループセッションの中でね、あのケイちゃんにどんなパターンがあったのか、はい、いろいろ聞いてもらえればいいかなと思います、はい、で、ケイちゃんの、あまり今までに言ったことない検索ワード、はい、神森恵子、神森恵子漢字、神森が漢字、神森漢字、神森恵子、はい、ひらがな恵子、はい、で、出ます、出ます、何が出ます、うん、ブログかな、フェイスブック、フェイスブック、あ、違う、フェイスブック、フェイスブックページ、ページ、うん、ひらホームページも、ホームページも出ます、出ます、いろんなのが出ますので、ね、はい、ぜひ、つながっていただいて、またそのグループセッションとかもね、興味を持っていただければいいなと思います、はい、またエンディングはケイちゃんにからのお話をしていただきます。望みを叶えるカラーメッセージ。どんどんどんバンバンバン。Yes。はい。前回の続きで、うんうん、何かの集いであったり、はい、誰かと会うときになんでその色の服を選んでいるのかの心理を、はい、お伝えしていこうと思います。今日はオレンジ色。うん、オレンジ色。はい。オレンジ色の服とか持ってます？持ってません。そうね。オレンジってあんまないでしょうね。そうね。ないね、持ってなかった。私に2着ぐらい。マジで少ないですよ、オレンジとか。2着でも少ない、うん、じゃあどんな心持ちで。はその時は、交流っていう意味がありますよね、うん、なので
初めての場所とかに行くときにオレンジでたくさんの人と新しいつながりを持ちたいなみたいな気持ちが溢れてるときとかにはオレンジを選びがちかな。であとはオレンジ、まあまあレッドも一緒でしたけど、よく食べ、よくしゃべり、よく笑うみたいな色なので、すごいこう楽しむことに貪欲な色なんですね。なのですごい今日楽しみみたいな気持ちで、セミナーとかやってる時にオレンジの、ね、服着てくださってたら、あ今日すごい楽しみにしてきてくれたんだなとか思ったりします。あ、それはそう、講師的には、その知識はいい知識だね。あ、なるほどですね。だって知らないもん。あ、そっか。そう。なので、私毎回セミナーの時に好きな色で、名前を、ね、書いてくださいって、ね、書いてもらうんですよ。じゃあその時の色の 分配率分配で、あ、今日なんかこんな感じなんかなとか、まあ、服の色で結構チェックしてます。なるほど。はい。なんせ私アウェイな環境が苦手なので、ホームにするためにみんながどんな感じなのかっていうのを察知しないと不安なんですよね。なのでバッて前に立った時に真っ黒みたいになったら、ダイバーウェイみたいな感覚に陥る。なるほどね。なのでスタートする前にめちゃくちゃ黒い服着てる人とかに結構喋りかけますよ。だからこその黒い人に話しかけるんだ。ほんな私とか真っ先に声かけられる、はい、結果セミナーしてる時とかもじーってしてる人にめっちゃ当てます。あ、逆だ私と、当てます。へー、それは結構喋ってくれたりするんですよね。あ、そうかそうか、だって本当は言いたいことがあるから聞いたりとかする。でもあんまり行き過ぎるとあれなので、距離感、これはもう野生の感ですわ。どこまですげーな、その野生の感なかなか働かない野生じゃないから、なぜなら野生じゃないから野生で、野生の生きてるね、はい、なのでそのオレンジ起きてる人とかやったらすごいこうムードメーカーになってくれるだろうなとか、楽しみに来てくれたんだなって嬉しくなったりします。はあ、もうぜひね、今セミナーをされてる方も見てくださってると思うんで、はい、参考になる。お、本当ですか。もう全然今までそんなこと思ったことなかった。あ、なるほどですね。もうぜひぜひね、今日参考にしていただければと思います。はい、はい、ではね、またあとママラフで Facebook ページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。ではじゃあコメントやメッセージもお待ちしております、はい、ではまた来週。